びっくり。ただいま音楽が流れてるね。一応ダブルチェックした。まあ、あの年末だからいいかな。ダブルチェック？あ、ダブルチェック？直近、あの、あ、直近はどけました。一応音楽が流れてる間にこんな調整をしております皆さん。うん。ふふ。あのこっちとこっちを選ぶっていうのは分からんの。結構ね、裏側は大変なんですよね。もう本当にね。高校生だけ？はい。いい声ですね。さすが。だからどっちかに通ったら。さ、まやちゃんも今ね、低い声で喋っておりますが、ラジオのマイクを通してはまた甲高い声になりますよ、だんだん。いらっしゃい。今日はあの FM 最近のユーストリームも流れてるんかな。あ、流れてますね。はい、うん、らしいですよFM 最近のユーストリームも流れてます、ね。はい、こっちはね、まやちゃんのアカウントなので。はい、はい、おー、いらっしゃいました。いらっしゃい、 FM 最近のスタジオへ。姿の2人と一緒に撮らせてる。私一人では、ググッと若いチックをいます。はい、今からね、プレゼントの、あ、まえさんマイクいらないですよ。突撃プレゼントありますよ。本当に、うん、6時までにサイキリーフ、またはここ4時までか、4時までに取りに来れる人。おお、でんでんエコバッグ2つ、サイキリーフエコバッグ2つ、ショウガティ3つ、それで。プレゼントしますよ皆さん。お、これで先行、先に聞いてる人はどうぞ。エコバッグ、エコバッグ、デンデンとサイキリーフが2つずつ。うん、年末のお年玉、ね、年末ってお年玉って言うかな。何と、あと最後何でしたっけ。ショウガティー、ショウガティーが3つ。そんなに、今野田くんが持ってきてくれます。手渡しできる人だけ、うん、今日限り、今日限り、今日限り。あのマイクはスイッチで切るんで、ちょっと喋るの範囲で一呼吸置いてから入って。あ、わかりました。うん、じゃこの後は CM が入るんですね。なんか固定したいな。 CM 行きます。もう曲情報なしでね。はい、どっかに固定したいな。もう早いね、エンディングだよ。おとるやな。あら、早いね。やばい、ちょっと家族の部屋の準備ですけど。あ、本当だ。それは、抽選は、もう、しようこうか。これでね、じゃあここに。また来たい、家族の部屋は。いや、曲はいただいてるんですけど。もう30分ぐらい始まる。はい。これが10本。あ、じゃあこれを足して。すごいすごい。じゃあ、まやさんどうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあお邪魔して、じゃあこれを途中で足すの。どうしたいな。こっちの先に、渦巻きの、こっちは渦巻き、途中でこれを足すの。最後、うん、了解。はい、まず渦巻きからいく。うん、うん、はい、低いね。BGM は3番でいきます。はい、しょうがないな、もうちょくか。近いよ。曲調をずっと映しようか。なんかねえかな。何か、そこに置かなかった。マイクの前に座ってもらってもいい。はい、マイクの前に座ってもらって。野田くんが来た。野田くん来た、うん、野田くんが来ました。野田くん、野田くんが届けてくれました。あ、野田くんが届けてくれました。
早い早い。ありがとう。春菊だ。はい。ジェジェジェ FM 佐伯3周年がやってきたよスペシャルお届けしております。イエーイ息が上がったな今笑いをこらえちゃったさあここではね、まやさんが突然入ってくれておりますけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあね、1時からお届けしてきましたが、ね、この FM 佐伯のこう対局特別記念番組、もうね、3時30分ですよ。30分切っちゃったね。早いね。早いね。さあそしてですね、ここからは今年最後の抽選会ですよ。イエーイ。さあまずはですね、こちら蒲江の松栄堂製菓さんからいただいているプレゼント、渦巻きの3本セットを2名の方にプレゼントをいただいておりますが、ちっくんが引いてくれますけれども、はいはい、まずはお一人目の方を引いていただけますかね。まずはお一人目の方ですね。はいはい、当選したのはですね、さあこちらラジオネームキックさんです。おめでとうございます。さあさあさあ、そして続いては2人目の方なんですけれども、2人目の方、はい、続いていきましょうかね。ラジオネームね、続いてはラジオネームナンプレさん、おめでとうございます。さあおめでとうございます。さあね、渦巻きの3本セットを当選された方はラジオネームキクさんとナンプレさんでしたけれども、はい、さあ続いて道の駅蒲江の海の幸鍋セット、いいなぁ。こちらにですね、2名の方にプレゼントいただいておりますけれども、まずはお一人目の方をですね、引いていただけますか、ちっくん。はい、引いてくださいな。はい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 、いただきますよ。さあですね、こちら海の幸鍋セット、もう出汁がついてるので、ね、すぐね、食べられちゃうというね、素敵なね、いいなね、あのプレゼントとなっていますけれどもね。さあですね、はいはい。もう引いてもらえますかね。はいはい。はい。当選された方はラジオネームイルカさんなんですよ。イルカさん聞いてますかね。おめでとうございます。はい、ラジオネームイルカさんが海の幸鍋セット、まずお一人目の方当選されましたけれども、さあお二人目の方、海の幸鍋セットです。道の駅蒲江さんからいただいているという ね、 ねえ、でも私も欲しいんですけれども、そう、うん、ねえ、素敵なプレゼントですけれども、さあ当選されたのはラジオネームキムサユさん、おめでとうございます。さあこちらの方にはですね、道の駅蒲江からいただいている海の幸鍋セット鍋、ね、じゃないよ、鍋じゃないよ、海の幸鍋セット、こちらですね、道の駅蒲江の加工所オリジナル商品となっていますけれども、ね、2人前から3人前入っているそうなんですよ、ね、うん、鯛の切り身やヒオギガイが入っていて、ヒオギガイなどですね、入っていて、だし、うんうん、もついていて、もうすぐに食べられるというね、素敵なプレゼントとなっていますが、ね、蒲江松栄堂か、うん、松栄堂製菓さんのプレゼントは、あの蒲江さん、松栄堂製菓さんから、ね、頑張れ、頑張れ、頑張れ、郵送です。はい、そうです。はい、ナイスフォロー。年明けとなりますからね、ご了承ください。はい、そして道の駅蒲江さんの海の幸鍋セット、こちらは道の駅蒲江で直接お受け取りいただくプレゼントとなりますが、こちらお受け取り1月6日以降となります。また今回ね、当選された方には改めてですね、受け取り方法などについてはですね、あのまたお電話をします。 FM 先からですね、当選されしましたよというね、お電話をしますので、それがお電話かかってからまたね、あの取りに行くとかね、していただきたいと思います。あ、いいね、あの毎回ですね、こんなプレゼントをいただいているわけなんですけれども、今ね、当選されましたイルカさん、うん、実はね、この特番を始まる前に、ね、メッセージいただいているので、ちょっとご紹介しましょう。はい、こんにちは。さっき FM 先の前を通過して蒲江に帰ってます。今日は天気も良くて暖かいです。今年もあと少しで終わりですね。来年もいい年でありますようにということでいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてね、メッセージ、他にもいただいているので、ここでまとめてご紹介しましょうか。はい、ね、はい、ラジオネームナスタチウムさんからはですね、
こちら T 以上の、ね、映画鑑賞券にエントリーいただいております。こちら1月の23日ですね、うん、締め切り24が、抽選発表となっております。こちらにエントリーいただいてます。さあメッセージ、なかなか行けない映画、見たいものはあるんだけどこの機にチケットゲットして新年を映画鑑賞でスタートといただいてます。そしてポテキチさんもね、映画鑑賞券エントリーいただいておりますけれども、今年はありがとうございましたと、うん、いうことで、確か先日チケットが当たられたような気がするんですけれどもね、うん、うん、あのお子さんと映画に行かれたというメッセージもいただきました、うん、またね、はい、次回も当たるといいですね。はい、エントリーいただいております。はい、メッセージありがとうございました、はい、さあですね、そしていろんなメッセージをいただいているのでご紹介しましょう。ラジオネームロコモコ丼さんです。ありがとうございます。なんとですね、いろんな、ね、あのメッセージもいただいていますが、うん、ね、あのお祝いメッセージをいただいておりますのでね、あ、フェイスブックにも来てるんだよね、うん、あ、そうだね、フェイスブックのメッセージをご紹介しましょうか。え、何のお祝い？ですね、FM 最近のフェイスブック、先ほどね、写真撮影アップした記事の方にですね、こちら、いただいているのは最近のオーマトさんからのメッセージなんです。開局3周年おめでとうございます。これからもラジオでつながる人の輪、再起の輪、そして防災ラジオ局として、そしてもっともっと愛されるラジオ局目指して頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。そう、なんかね、あの本当にあの Facebook ページもそうだし、Twitter でもそうなんだけど、皆さんがいろいろ、あのね、普段のメールもそうなんだけど、たくさんね、送ってくださって、私たちもね、あの励みになります。本当本当。いや、本当にあの聞いてくださってるなっていうのが実感できて。そうそう、ねえ、嬉しい、本当に。つい最近もね、あの自宅近所の方に、あれ、あんたやったって言われてね、ちょっと、いや、私みたいな感じでちょっと照れたこともあるんですけど、ね、ごめん、私この笑い声で振り返られるみたい。いや、もう前々の声はさ、ね、振り返るんじゃなくって、あの遠く見ても聞こえるよ。そう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 、でラジオ聞いてて、あれマヤさんやったやろとか。だってほら、最近の笑い袋っていうのを説明もあったから。ありがとう。ねえ、はい、でもマヤマヤは今年どんな1年でしたか？今年はね、うん、なんか本当に慌ただしかったね。あ、2013年、うん、本当に。でおかげさまでお店もオープンできまして、角市タウン佐伯の方にね、はい、はい、まあ、そんなね、角市タウンにオープンした佐伯リュウさんから、はい、なんと年末特番でプレゼントをいただいているんですよ。イエーイ、ありがとう。拍手ができないから。いただいているプレゼントなんですが、佐伯リュウさんのエコバッグ、そして佐伯でんでんのエコバッグをそれぞれ2名の方に、はい、そしてショウガティー、こちら弥生のショウガティーですね、はい、これを3名の方にプレゼントいただいていますが、はい、こちら条件があるんですよね、まやまや。はい、あのここね、4時までですね、4時までの放送の間に、4時までにしましょう、4時までにこの、そうよそうよ、ここの放送局に来てくれた方、または6時までに角市タウン佐伯の佐伯リーフまで取りに来てくれた方、もう今日限りです、その方にプレゼントします。はい、佐伯リーフさんからプレゼントをいただきました。佐伯リーフのエコバッグ、そして佐伯でんでんのエコバッグをそれぞれ2名の方、はい、弥生の生姜ティーを3名の方にプレゼントをいただきましたが、FM 佐伯には午後4時まで、はい、佐伯リーフさんには午後6時までに取りに来ていただける方、今日中となっています。はい、うん、はい、で、キーワードを言ってくれた方にしましょうかね。キーワードですか？はい、はい、いいですか？うん、まやちゃん大好き。ほら、まやまやここに。そう言ってくれた方に差し上げます。大好きだけでいいの？いいよ。本当？うん、こちらプレゼントキーワードがいるんだそうですよ。はい。これを言わないとあげないって。そうそう。はい、キーワードをね、皆さんぜひぜひメモをしてください。はい、キーワードはまやちゃん大好き。これがないとダメだそうですよ。よろしくお願いします。キーワードと一緒にハグとか。うわ、いいね、いいね、ご相談でね、うん、大歓迎よ。ね、はい、こちらの、まあ、今年佐伯リーフさんですね、はい、ブックショップから実際に店舗が、うん、あのオープンしたということなんですけど、うん、はい、やはり違いますか、ネットショップとは。そうですね、もう本当にね、さっきも言ってたけど、フェイスブックとかやっぱツイッターとかを見てね、来てくれてる方も多いですし、でやっぱりあのもうさっきなんかは本当帰郷して最近に帰ってきたから東京から来ましたとか、うん、うん、そんな方もいてね、もう本当になんかお店持ってよかったなの、もう本当一言、うん、本当良かったです。皆さんのおかげでありがとうございます。毎日も本当売れない日がないです。
そうなんですね、うん、はい、こちら角一タウン佐伯さん、お、初売りは佐伯リーフさんはいつからですか？佐伯リーフはですね4日からです、うん、はい、で4日にちょっと福袋なんかも用意しようかなと思っているので、またフェイスブックやブログなどでねあげますので見てください。はい、ぜひぜひね初売りにもお越しください。はい、さあそしてですね続いてはリクエスト、これまみちゃんの曲なんだよね。そうなんですよ、これね、まあ、ゆみちゃんと同じく歌詞がいいのね、うん、で私もこの曲に今年は励まされたのと、で今年はあれなんですよね、11月に吉川中英さんが、はい、来てくださいましてライブを行っていただいたんですけど、実はね吉川中英さんがバンジョーっていうの楽器を使ったあれをね弾かれてるんですよ。なのでその音もちょっと聞いていただけたらなというのはありますけれども ね、さあ大丈夫でしょうかね。はい、はい、ではですね、私からのリクエストはこちらです。ドリームスカムトゥルーでメリーライフゴーズラウンド。マイクは完全大好き、キーボードはマヤちゃん大好き、イエーイ、イエーイ、こんな大騒ぎでユーストリーム流れてますよ。大丈夫だ。ちょっと不覚でしたね。ウケる。本当に。なおなおが来るとはな、一発目に。面白い。いいね。そしたら、この曲は私もありですか？皆さんにお持ちを持ち、はいはい。いいね、いいね。おー、すごい。すごい、すごい。イエイイエイ、あ、まだやわやわじゃん、やわやわじゃん、おお、福耳のラスクだよ、すごい、おいしそう、ふふぅ、全然全然ごめんなさいね、すいませんね、はい、じゃあお好きなのをどうぞ、好きなのをどうぞ、一発目に当たったなおこたんです。じゃあリスナーの方に、ね、プレゼントしますか。さすが。もうさっきかかってるかかってる。これ曲調がありましたかね。もういらない、いらない、いらない。そう本当。あとそうよ、あと15分で終わりだよ。準備まだ。あのね、今君のお菓子に行ってるの。あ、私が入れちゃったから。私も。あ、社長がその後。うん。私も今日裏染めて、すぐな、家族の部屋はすぐ、もう今度すぐ、ああ、あら忙しいね、マイク全部切ってるんで、はい、アイズが言ってから、あ、わかりました、さっき切っとかないと、あ、ゆみたん可愛いわ、少し漏れるみたいな、チクさんは当たりやな、あ、うん、あすごい切れない、熱心に音楽とあとバックで声が音楽のバックで、うん、マイクの音が拾ってたって、なんか時々聞こえる時があるね。これは通信やったな。あ、うん、で、もう一人やったな。もう一人やったっけ？誰やったっけ？ナンプレさん。すごいね。みんないいな、当たった人ね。渡したか。はい、チームいきます。はい。渡してたかな。あ、ナンプレさん、こっち。ファーストじゃないか、オープニングの曲も何も来てないんかな、いや、もう変わらずじゃないんですか、オープニング、まあ、じゃあメインテーマだけど流すとのはちょっとやばいです、あ、もう最初来てないんですね、お互い家族でお互い家族するまでってことか、そう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 、頑張って、まあ、もう誰かが代替で、たま、ね、替え玉で、替え玉家族、ね、お、よかったよかった、素晴らしい、アコリンは入れるかな、どうしよう、社長に言われたら、あの人も来たね、すぐ行かないと、この CM の後は明けですか、あ、
ね、ネクステが、ネクステが見えないで、これが終わったらもう戻るんですよね。まあ、戻ります、はい、これはあ、それエンジン巻きました。ちょっと待ってね、マイク足りない。ジェジェジェ FM 佐々木3周年がやってきたよスペシャル。ごめんなさい、私が今すごい今ナメフライングゲットしちゃった。びっくりした、びっくりした、思わず呼んじゃった。びっくりしちゃった声が、びっくりしちゃった。1時から、ね、生放送でお届けしてきました、うん、FM 佐々木の最曲3周年記念、はい、うん、はい、最終年記念の特別番組なんですけれども、はい、もうね、あの時刻は現在3時47分、うん、ね、終わりが近づいてきました。なんかあっという間、本当早いね。もうね、あのやっぱり時の過ぎゆくのはあっという間、2013年もあっという間に過ぎようとしておりますけれどもね、うん、さあ、ラオさんがね、ちょっとギリギリ間に合ったという。本当、いらっしゃいまし。キーワードは、キーワードはまやちゃん大好き。言っちゃった言っちゃった一発目、なおこたんでした。前回ですね、この番組ではですね、2013年の過去音源などもね、少し流しつつ思い出を振り返りながらお届けしてきましたが、うんうん、ちっくんは知ってる番組あった？昔のやつ。いやー、寺勝さんぐらいでしたね。まだ、あ、放送中の寺勝さんの番組。そうそうそう過去になってる今日は私、あの一リスナーとして、はい、ラジオの前で皆さんの、うん、お話を聞いてました。わお、私もずっと聞いてた。いろんな、ね、懐かしい音源が出てきましたが、うん、2013年は今年で開局3周年ということなんですが、うん、なんであの都内立ってないようになっても結構ね、歴史をサクサクと刻んできた感じですよね。はい、まみちゃんは今年2013年というのはどういう年ですか？まあ、まず町ぐるさいきが今年始まりからね、放送開始となって、まあ、いろんなまた番組組み立てたりして非常に面白かったというのと、うん、まあ、ちょっとプライベートでは本当にいろんなことがありまして、まあ、それにね、なんだろう、山あり谷ありを一生懸命なんか乗り越えてきたかなという年になりました。うん、はい、ね、いろんな年でもありましたが、フェイスブックページにも、ね、メッセージをいただいていますが、こちらウッチーさんから、開局3周年おめでとうございます。これからもラジオでつながる人の輪、最近の輪、そして防災ラジオ局として、そしてもっともっと愛されるラジオ局目指して頑張ってくださいといただいていますが、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだかもうこれだけで胸がいっぱいです。本当わかりません。私これは知ってる。すごい。903平方メートル。すごい。でも2番目には広いのは延岡市なんですよね、お隣の。そうだね。うん、まあ、延岡市と、ね、佐伯市も高速道路で来年度つながりますよね。2014年度完全につながるということで、そちらの方もね、楽しみではありますけれども、いろんなね、2013年でしたが、素敵な2014年も待ってるんだなといった感じがしますよね。どんな年にしたい？来年。私？うん、さらに楽しい年。いつも楽しそうだもんね。美味しい年にする。もうね、食べ過ぎちゃって良くないの。3キロも太っちゃった。そうなの？見えない見えない。いやいや、もういろんなね、もういろんなこう、いろんなこう、いろんなものを吸収した2013年でした。なるほど、うまい。いや、もちろんいろんなね、知識、いろんな方にこう佐伯市を紹介していただいたりね、ゲストに来ていただいたりして、いろんなこう知識が身についた年でもあったけど、いろんな美味しいものも食べ歩いたので身についた年でした。なるほど。ねえ、もちっくん来年3年生でしょ？そうですね。どうするの？進学とか
決めてるんですか？あ、もう就職したいなと思ってます。あ、決めてるんだ。はい。方向は大体は。それはまだ決めてないです。あ、なんかこういうこれからこれから決めていきたいなみたいな。うん、あ、そうなんだね。はい、まあ、時間はたくさんあるからね。え若いから若いから時間もたくさんあるし、そう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 、可能性もね、そうそう、いやでもまだ私たちもまだまだ、あ、そうだよね、そうそうそうねちょっとおばちゃんみたいなこと言っちゃったいやいや、まだちょっと希望を持たないとさ、そうね、希望がなくなると明日がなくなるじゃん前向き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 、後ろ振り返ったらいけんので、そうそう、うん、ほら何だっけ、チャンスの前、チャンスの神様は前髪しかないでしょ、ああ、そうそうそう、そうよ、ね、だからそれをね、信じて私も頑張るわ、うん、いやいや、多いよ、楽しい、ね、うん、もう今朝ね、あの佐伯市内ちょっと晴れてる、来るのかなと思ったんだけど、うん、ちょっとね、番組が始まった頃は結構ね、うん、曇り空で、うん、あ、またまたね、FM 佐伯の開局記念日はまたこんな曇り空かと思ったところだったんですが、うん、晴れてきたじゃないですか、ね、晴れましたよ、私のような、え、なんかさん、あ、私も、私も、だからかな、じゃあ、あの素敵なね、2014年も晴れるのかな、うん、晴れる晴れる、うん、まあ、初日の出をね、まあ、与崎さんもご紹介していただいたんですが、上浦の、うんうん、文豪二見、うんうん、ね、素敵なスポットだよっていう風にね、岩崎さんの庭だって、うん、へー、行ってきましたよ、私、あ、行ったよ、今年だ、今年だよ、まだまだ、まだ過ぎてないからね、今年行きました、うんうん、どうでした、うん、初日の出、あのね、すごい人で、うんうん、もうね、あの本当にいいスポットまでには行き着かなかった、朝6時ぐらいに出たんだけど、うん、もうね、ダメでしたね、間に合いませんでした、何、出るのが遅くて間に合わなかったってこと、いや、もうあの日の出には十分間に合ったんだけど、うん、駐車場にもう止められなくって、うん、6時に出発でも間に合いませんでした、あ、そうなんだ、たくさんの方がいらっしゃってたんですね、5時ぐらいに出ないともう無理かもしれない、うん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 、一番近くで見るのは、起きれない、そうそう、また待ってるのが寒いよね、やっぱりあそこでみんな車の中で待ってたりして、そう、夜中から待ってる人もね、うん、そうそう、うん、ちなみに元旦のね、今発表されてる天気予報は晴れ時々曇り、降水確率 10%、うん、うんうんうん、うん、じゃあ見れるね、朝だから最低気温は4度っていう風に今発表が出てる、うん、でも4度だったらちょっと暖かい、そうね、本当ね、うん、うん、行く？起きれたら。わからないな。ねえ、うん、まあね、いろんな2013年でしたが、うん、じゃあ最後に皆さんに一言ずつ言いますかね。はい、うんうんうん、じゃあまみちゃんから。はい、本当にね、今年あの、まあ、番組でもそうなんですけど、たくさんの方々とあの出会いまして、声もいただきまして、本当にありがとうございました。またあの来年もね、いろんな場所にあの出かけして、皆さんの笑顔にね、会いに行けたらなと思っておりますので、来年もお願いいたします。はい、まみちゃんでした。はい、まあ、僕の年なんですけど、今年から、FM 佐伯に入らせていただいて、チャレンジ DJ 高校生ラジオがうまくいっている様子で、本当とても楽しい1年です。で、来年もいろんなチャレンジができるような年にしたいと思います。来年もよろしくお願いします。はい、ちっくんでした。はい、続いてなこさん。すいません、一人であの平均年齢上げましたけど、ちっくんと同じようにね、来年もチャレンジしていきたいと思います。はい、では、まや店長。はい、今年は、来年はですね、今年はもう忙しくて、本当にお店をオープンしたばっかりで、やっと2ヶ月経ったというところですが、来年はね、飛躍の年というか、もうガンガン攻撃的な再起リーフで、やっていきたいなと思ってますので、皆さん今後もまたよろしくお願いします。そして昨日あのさっきのプレゼントのキーワード、はい、まやちゃん大好き、これを言ってね、あと何分かですが、4時まではここにおります。そして再起リーフで、各一タウン再起の再起リーフで、6時までお待ちしておりますので、キーワード言っていただいた方にはプレゼント差し上げます。来てくださいね。ありがとうございました。はい、2013年もね、皆さん本当にありがとうございました。また2014年もね、 FM 再起をよろしくお願いいたします。そしてまたこの開局4周年の日をね、迎えたいと思いますけれどもね、はい、頑張っていきましょうね。はい、はい、さあ、午後1時から生放送でお送りしてきました、何だったっけな何だったっけな FM 最近3周年がやってきたよ、スペ
スペシャルでしたが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。早いね。早いね。早い。はい、もう残り少なくなってきたので、行きましょうか。この時間のお相手は、FM 佐伯パーソナリティの浜田真美と、FM 佐伯高校生パーソナリティ、高校生パーソナリティの筑波ひかると、ジェジェジェ飛び入りで、なおさんこと山内なおこと、同じく飛び入りの佐伯リーフ、まや店長と、川野由美でした。お送りするナンバー、最後は曲調のリクエストです。平原綾香で、ジュピター、この曲でお別れです。それでは皆さん、せーの、ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございました。やっぱりパーソナリティがいい。パーソナリティ。下カミカミした。カミカミ。大丈夫、先輩がいるから。さあ、頑張れ。次。お疲れ様でした。どうも、お疲れ様でーす。はい、こんにちは。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いい、いい、楽しかった。ほんとだ。かわいい。かわいい、かわいい。あ、ちょっとおやつ食べて帰らんと。おやつ食べて帰らんと。ちょっと、これまだ、もしかして。さあ、FM 最近の中はね、こんな感じでございました。ね、また来年もよろしくね、父さん。うん。じゃあねー。